秘密とコンビニの前、あの日にフラッシュバック、早く会いたい、このドア開けたらみんな待ってるね、ドキドキ喧嘩したまま、第一高校第一薬科大学附属高等学校のオープンキャンパスに参加していただきありがとうございます。本日総合司会を務めます芸能コース3年北九州市立引野中学校出身の安藤千春です。どうぞよろしくお願いいたします。福岡第一高校第一薬科大学附属高等学校は合わせて23の学科コースがあります。すべてお届けするのは時間がかかってしまうため、今回のオープンキャンパスは第一薬科大学附属高等学校を中心に見ていただく薬付スペシャルとなっております。その中で来年度からの新設コースもいくつか紹介しますのでお楽しみに。まずはじめに学校代表挨拶です。第一薬科大学附属高等学校教頭遠藤先生、よろしくお願いいたします。中学生の皆さん、保護者の皆さん、本日はご参加いただき誠にありがとうございます。福岡県のコロナ警報もようやく解除になり、今年3回目のオープンキャンパスになりますけれども、全体会をここの体育館で行うのは今年初めてです。私自身もこれだけの大勢の人の前で話をするというのが久しぶりなものでちょっと緊張しております。今日は薬付スペシャルということで、お送りをいたしますけれども、さて皆さんは第一薬科大学附属高校という存在をそもそもご存知だろうかという気がします。学校ではいろいろ YouTube 等で情報を発信しておりますけれども、第一薬科大学附属高校という名前を出すと、第一薬科大学附属高校、福岡第一名前変わったの、とかっていうコメントが入ってきます。ですので多分知らない方もたくさんいるということ思いますので、少し紹介をさせていただきます。福岡第一高校は1956年昭和31年に開校いたしました。その10年後、1966年昭和41年に、福岡第一高校の商業科が、独立をいたしまして、福岡第一商業高等学校という形で、スタートをいたしました。それから、時間が経って名前も変更になり、現在の第一薬科大学附属高等学校という名前になっております。で、この2校に関しましては開校当時より、個性の進展による人生錬磨という言葉を合言葉に、教育活動を行ってまいりました。人それぞれの、個性を大事にして、育てていこうというふうに、教員一同考えております。そんな中で第一高校、それから第一薬科大学附属高校を語る中で何度となく出てくるパラマという言葉があります。
パラマカードであったり、パラマ入試であったり、パラマ小学生であったり、パラマという言葉、多分ご存じないかと思います。このパラマという言葉は、仏教用語、サンスクリット語でパラマルタという言葉があります。そのパラマルタという言葉は第一義体という意味で、人それぞれが持っている一番いい部分という意味を表しております。その第一を取って、福岡第一高等学校、それから第一薬科大学附属高等学校という名前の由来にもなっております。ですので、ナンバーワンを作るのではなく、オンリーワンを育てていこう。今までは、ウェブであるとか、それから、オンラインでのオープンキャンパスをやってまいりましたけれども、やっぱり実際に学校に来て、目で見て、感じて、第一高校、第一薬科大学附属高校というところを感じていただいて、今日は、もしわからない点があれば質問をしていただいて、書いていただければと思います。で、もし今後わからないところがありましたら、遠慮なく、電話、それからネット、いろんな方法がありますので、ご連絡していただければ、丁寧にご回答できるかと思いますので、よろしくお願いします。短い時間ではありますが、今日一日、十分、楽しんで書いていただけたらと思います。簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。遠藤先生、ありがとうございました。続きまして、入試説明です。第一薬科大学附属高等学校教務部長、デイ先生、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。先ほど紹介いただきました、私、第一薬科大学附属高校で教務部長をしておりますデイと申します。よろしくお願いいたします。本日は多くの、中学生の皆さん、保護者の皆様、また引率の、中学校の先生方、ようこそ本校にお越しいただきました。私はですね、入試の説明を行いたいと思いますので、私が説明する内容はですね、今日配布した資料の中に入っております募集要項、パラマカード、ウェブ出願の流れ、お手元に余裕があればですね、そちらをご準備いただけたらというふうに思っております。では、令和5年度の入試について、説明を、させていただきたいというふうに思います。皆さんはですね、中には中学校2年生の生徒もいらっしゃるかもしれませんが、多くの生徒さんは、中学校3年生、だと思います。まだまだですね、進路選択について悩まれている、生徒さんもいらっしゃると思いますし、それに伴って保護者の皆さんもですね、お子さんと一緒に、悩まれていると思います。本校の入試はですね、他校の入試とは一味違った入試制度ですので、それについて説明をしていきたいと思います。で、本校はですね、入試は2つあります。パラマ入試と一般入試という2つですね。パラマ入試を受ける条件としましては、オープンキャンパスに参加した生徒のみです。ですので、皆さん本日ご来校いただいておりますので、オープンキャンパスに参加したことになりますので、パラマ入試というのを受けれる資格があります。日程についてはですね、後ほど、説明していきますが、1月の、中旬に行います。で、一般入試というのは他の、私立高校の前期入試と同じ日程です。で、ですので、2月の第1週目の金曜日に実施されます。しかし、本校の、9割以上がパラマ入試の受験生徒です。ですので、今日は、時間も限られておりますので、パラマ入試を中心に説明をしていきたいというふうに思います。パラマ入試とは一体何かということですが、先ほど、教頭の遠藤先生の方から話がありました通り、パラマとはですね、個性を表す、言葉です。その個性にウエイトを置いたグローバルな入試方法で、パラマカードに基づく面接、試験を中心に合否を決定していきます。では、パラマカードは何かというとですね、パラマカードとは個性を表現するためのカードです。このパラマカード、見られたら分かる通り、罫線が書いてある、罫線が引かれてあるページが6ページありますが、ここに自由に表現していく、わけですね。それは、文章、イラスト、写真、絵、映像、DVD と何でも自由です。で、ここで何を書けばいいんですかという質問が多くありますが、私はですね、中学校の生徒さんに説明する場合には、自己推薦をしてくださいというふうに言っております。では、実際にですね、内容をですね、少しだけちょっと
参考にしていただきたいというふうに思います。まあ、このようにしてですね、今まで皆さんが過ごしてきたこと、学校生活、あるいは習い事、趣味、特技、何でも自分を推薦できる長所を書いてください。そして今スクリーンに映しています通り、写真を貼っても構いませんし、まあ、色でレイアウトしても構わない。そしてこの生徒はですね、ダンスをちっちゃい時から習っておりましたので、発表会のダンスの映像を DVD に焼いて添付しているわけですね。まあ、このような形で表現をしてもらいたいというふうに思います。そして7ページ以降に関してはいろんな質問事項になっております。志望動機であったりとか、趣味であったりとか、学校外での活動であったりとか、そういったことをですね、しっかりと埋めていただきたいというふうに思います。また表彰されたり、なんか検定を持ったり、そういったもの、自分がですね、皆さんに自分が取ってきた資格であったりとか、症状があればですね、これをコピーして貼ってください。また箇条書きでも構いません。そしてこのパラマカードの最大の特徴は推薦がいることです。まず大人の方から2名、そして友達からですね、友人からが2ページあります。まあ、これはですね、一つ参考として見ていただきたいんですが、まあ、大人の方、1人分しか載せてませんが、両面にあります。で、友人からの推薦書も2ページありますが、このように1人の生徒に、友達に書いてもらっても構わないんですが、このようにですね、寄せ書き風に書いてもらっても構いません。ちょっと寄せ書き風見にくいかもしれませんが、右下のですね、その友達の推薦書をちょっとピックアップしていくと、まあ、このようにしてですね、友達の得意長所をですね、長所であったりとか魅力をしっかり書いてもらっています。まあ、このようにしてですね、パラマカードをすべて作成をしてください。自分を推薦する、で、本校からの質問形式の記入する、そして推薦書を書いてもらう、これですね、パラマカードのポイントは3点です。そのパラマ入試ですが、パラマ入試に出願する期間としましては、1月の5日からスタートしますので、皆さん、もう年末年始どこを受けようかと考える時間はありません。ですので、もうですね、1月の、いや、12月のですね、2学期の終業式の時には、もうおそらくさっき言った出願に必要な、あとでちょっとウェブ質感の話はしますが、願書、パラマカード、そういったものはもう準備完了してないといけないわけですね。そしてですね、入試日なんですが、来年度令和5年の1月12日木曜日が、本校2日間に行ってありまして、12日木曜日に関しましては、福岡第一高校の普通系学科ですね。普通系学科といいますと、今スクリーンに映して出しているコース、学科コースになります。それとですね、学業特待生入試というのは、まあ、他にですね、学科コースがありますが、この1月12日に実施します。学業特待小学生については後で詳しく説明をしていきます。で、2日目の1月13日金曜日は、福岡第一高校の工業系学科、まあ、造形科から建築土木科までと、第一薬科大学附属高校の全科全コースが入試日になっております。2日入試日がありますが、2日間とも受けるわけではなくて、まあ、受験生が志望している学科コース、その該当する日程で受験をしてください。よろしくお願いいたします。そして、パラマ入試のですね、内容に関しましては、ちょっと後ろの方見にくいかもしれませんが、これ募集要項に載ってますので、ちょっと後で詳しく見てください。全科全コースに先ほどご説明したパラマカードの提出が必要になります。それに基づく面接もあります。そして学科試験が行われるところが、国際科ですね、それと、国公立大学進学コースおよび学業特待小学生、制度を受験する生徒に関しましては、5教科の、記述式の問題、学力審査がございます。その他の学科コースに関しては、基礎英語のマークシートの、テストがございます。後ほどですね、配布資料の中に過去問題がありますので、それをレベル等はですね、それをご参考にしてください。
で、面接内容に関しましては、パラマカードによる面接および英会話インタビューが実施されます。ですので、パラマカードから質問しますので、パラマカードに書かれて書いたことをしっかりと覚えておいてください。そして、国際化に関してはネイティブスピーカーによる英会話英語インタビューがございます。実技がある学科コースに関しましては、福岡第一高校は音楽科と造形科のデザインコース、漫画コース、そして第一薬科大附属高校は芸能コース、面接時に歌、ダンス、演技等の自由な表現をしていただきます。続いて、本校の奨学生制度についてご説明をしていきたいと思います。まずパナマ入試学業特待奨学生制度です。入試日は先ほど申しました通り、全科全コース1月の12日木曜日です。この学業特待奨学生に関しましては、国際科 IB コースを除く全科全コースです。国際科 IB コースでこの小学生に該当する生徒に関しましては、受験の学力審査の成績優秀者にこちらのですね得点が得られることができます。また国公立大学進学コースの受験をご希望されている生徒さんに関しましては、この5教科のテストが必ずありますので、他のですね英単語のですね、マークシート欲しいではございません。で、選考方法に関しましては、調査書ですね、いわゆる3年間の成績、そして入学試験の学力審査および面接、実技が伴う学科は実技の成績のもとに参考をしていきたいと思います。入試科目としましては、国語、数学、社会、理科、英語の5教科、各45分の記述式となっております。入試問題作成等にですね、私も携わっておりますが、基本的にはですね、福岡県公立高校の一般入試レベルに合わせて作文をしております。こちらの奨学制度はですね、併願可能です。合格したら必ず入学する併願、専願とは違いますので、もし合格した場合でもですね、他校を受験できる資格は残っているという形になります。で、特典としましては、施設費と、授業料が免除という形になります。続きまして、パラマ入試、小学生制度ですね、パラマ小学生と言われるものなんですが、運動部および文化部、また本校独自のパラマ個性の発掘を目的とした、技術と技能長所、を持つ対象とした、制度です。こちらはですね、パラマ奨学制度は誰でも受けれるわけではなくて、対象者のみとなります。対象者、いわゆる一定の基準があります。原則としましては、3年間の評定平均値が 2.8 以上、そして、欠席日数が30日以内というのを基準としております。しかし、その他でですね、個性を発掘できるという生徒に関しましては、本校の職員と中学校の先生等々で話し合いながらですね、この制度を活用するかどうかを、検討をしていきます。で、このパラマ小学生には推薦書が必要になります。この推薦書はですね、中学校ごとに配布をしておりますので、本校で、受験生にお渡しすることはできません。で、この、パラマ小学生制度なんですが、専願です。合格したら必ず入学をするという専願制度です。その合格者特典としましては、施設費全額免除、授業料半額支給となっております。続きまして、兄弟姉妹保護者の受験生に対する奨学制度なんですが、こちらも専願のみなんですが、こちらはですね、本校の兄弟姉妹が在籍、または双子以上の受験生、あるいは保護者が卒業生という受験者に対象で合格した生徒さんに関しましては、施設費を半額免除いたします。これは出願時の時に申請書というものをお渡ししますので、こちらも中学校に配布しておりますので、そちらに必要事項を、保護者の方が記入いただき、そして証明書となるものを添付していただき、願書と一緒に提出ということになります。続いてですね、ウェブ出願について、ご説明をしていきたいと思います。今年度からですね、来年の皆さんの受験に関して、受験の年度からですね、
私立は比較的多くの学校でウェブ出願というのを行っております。このウェブ出願なんですが、ちょっとなかなかですね、詳しく説明することは難しいかもしれませんが、ちょっと私もやってみましたので、それをちょっと参考になるか分かりませんが、説明をさせていただきたいというふうに思います。まずですね、出願サイト、未来コンパスというホームページの出願バナー、または、先ほどお手元にありますウェブ出願についての、プリントの上にですね、QR コードがありますので、そちらの QR コードにアクセスしてください。パソコン、スマートフォン、タブレット端末のいずれかをご利用ください。10月1日から出願可能です。ここに行きますと、このようにしてですね、ちょっと後ろの方見にくいかもしれませんが、福岡第一高等学校第一薬科大附属高等学校のネット出願へようこそということになりますので、そこの下の方にですね、メールアドレスを入れるところがありますので、メールアドレスを入れてください。そしてメールアドレスを登録して、これが ID という形になります。そうすると出願へようこそと画面が出てきますので、そこからですね、その先ほどとさっき登録したメールアドレスのところにメールが返ってきます。そこに確認コードというのが入りますので、そちらを入力してもらう。そうするとですね、次はパスワードを入力する画面で、個人情報を入れていただき、パスワードを設定してもらうという形になります。これ以降はですね、まだ出願になっておりませんので、進みませんでしたが、その次からはですね、この出願サイトにログインをしてもらって、本校のパラマ入試なのか一般入試なのかを選択してもらって、出願情報を入力してもらいます。そして、受験者のですね、住所であったりとか氏名、保護者の情報等々を入れていただきまして、志望学科コースを入力、第二希望まで入力可能です。そこまで終わりましたら、検定料、受験料をお支払いいただきます。受験料、検定料をお支払いする画面に行きますので、クレジットカード、コンビニエンスストア、銀行 ATM をご活用、ご利用ください。お支払いには手数料がかかります。ここまで終わりますと、次にマイページから願書、受験票が PDF 化されます。それをプリントアウトされてください。そしてこのプリントアウトされたのが、いわゆる願書と受験票になります。向かって左側が願書ですね、向かって右側が受験票になっていきます。そしてですね、本校に出願する際は、先ほど出てきた PDF の願書のところを切り離してもらって、そしてパラマカード、そして一番左のですね、こちらは中学校で作成する調査書、それをですね、セットにして中学校単位で提出という形になります。そして受験当日は、受験生はこちらの受験票を持って本校の受験に臨んでください。これがウェブ出願の流れとなっております。今年からですね、ウェブ出願となって、ちょっとですね、初めてのことで、皆さんも戸惑いがあるかもしれませんが、ご不明な点とかありましたらですね、未来コンパスのサポート、コールセンターもありますし、本校の方に連絡していただいてですね、ご質問等をお受けいたします。また中学校等々でですね、取り決め等があると思いますので、その中学校の指示にもですね、しっかり従っていただきたいというふうに思います。駆け足でしたけど、私の入試説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。デイ先生、ありがとうございました。第一薬科大学附属高等学校は、普通科医療系特進コース、普通コース、芸能コース、そして来年度から名称が変更され、保育科保育コース、動物愛育コース、そして AI ビジネス科ビジネスコース、フードビジネスコース、ビューティービジネスコースと合計8つの学科コースに一新されます。それでは皆さん、お待たせいたしました。
本日は24時間テレビならぬ24分間テレビヤクフスペシャルをお届けいたします。中継やステージ発表を交えながら学科コースの魅力をたくさんお伝えしていきます。それでは24分間テレビスタートです。皆さん、こんにちは。今回24分間テレビのメインパーソナリティを務めさせていただきます。芸能コース3年、山口萌香と、同じく芸能コース3年、広瀬空です。よろしくお願いします。はい。先ほどご紹介いただきましたが、今回は24時間テレビをモチーフに、24分間で薬風の楽しさを皆様にご紹介していきたいと思います。来年から新設されるコースもありますので、皆さんぜひ楽しんでいってください。早速新設されたフードビジネスコースに中継がつながっているようです。それではつないでみましょう。現場の安藤さん。はい、こちらフードビジネスコースを担当します、リポーターの芸能コース1年 D 組安藤光輝です。よろしくお願いします。私は今第一薬科大学附属高校の調理室の前にいます。今日はこの中で実際に調理をするということで、早速中に入ってみましょう。こんにちは。こんにちは。今回実際に調理していただく芸能コース1年の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回作っていただくメニューの紹介をお願いします。はい、今回作るのはお家にある材料で簡単にできる豆腐唐揚げです。豆腐唐揚げ、難しそうですけど簡単にできるんですか？そうなんです。お家にある材料で簡単にできるので、そのレシピをご紹介します。楽しみですね。では材料の紹介からお願いします。はい、豆腐と油、ニンニクと生姜、調理酒と醤油、そして片栗粉です。では早速作っていきましょう。お願いします。お願いします。はい、こちら豆腐を冷凍して解凍し、一口大の大きさに切ったものになります。はい、次は下味の方に移りたいと思います。醤油大さじ3杯、酒大さじ3杯、生姜とニンニクのすりおろし小さじ1杯です。あとは豆腐を入れて準備完了です。では完成が近づく頃にもう一度つなぎたいと思います。一旦スタジオへお返しします。いやー、材料豆腐やったね。ねえ、ちゃんと唐揚げになるんかいな、ね、それね、完成が楽しみです。はい、はいはい、続きましてビューティービジネスコースの中継につなぎたいと思います。どうやらお家にあるもので簡単にできるネイルのテクニックを紹介してくれるそうです。はい、お家にあるものの正体とは何なのか、それでは現場につないでみたいと思います。現場の山本さん。はい、ビューティービジネスコースを担当しています、芸能コース1年 D 組山本真帆です。よろしくお願いします。ビューティービジネスコースでは美容について勉強するだけでなく、商品開発や販売などデータ分析をし、どのようにビジネスに活用していけるか学ぶことができます。ではこちらの教室でネイルチップを作成しているということで、早速入っていきましょう。こんにちは。今回は芸能コース2年 C 組の塩塚春菜さんと2年 D 組平田未来さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は簡単にできるネイルテクニックを披露していただけるということで、早速お願いしてもいいですか？はい、はい、皆さんネイルでデザインをするとき絵を描くのって難しいですよね。
ということで今回はあるものを使ってデザインをしていこうと思います。あるものって何ですか？こちらです。マスキングテープです。いい。マスキングテープってどうやってデザインするんでしょう？はい、今回はこちらのネイルチップを使ってデザインしていこうと思います。とまず自分の好きな柄のマスキングテープを選んでそれに合う色を決めていきます。はい、どれがいいかな？これは？これかわいいよ ね。それでは早速このマスキングテープを使って作っていきたいと思います。完成が楽しみですね。ではまたつなぎたいと思います。一旦スタジオにお返しします。家にあるものってマスキングテープやったよね。そうですね、マスキングテープでしたね。皆さん意外とお家にありますもんね、マスキングテープって。はい、続きまして芸能コースのステージ発表です。楽しみやね。楽しみやね。はい、それでは芸能コースのステージをお楽しみください。どうぞ。もっとあんな恋がしたくてこんなはずじゃなくて初めては全部君だけ一歩ずつ叶えよう My first love心がざわめく始まりの予感あの子が気になって気づけなかったんだ君の瞳の行く先が僕だってこと意地悪それ近い本音を知りたいのは僕も同じです何度も見返すタイムライン恥ずかしいほどホットラインあ誰かに見られたらどうしよう自分ばかりでもうバカみたいだその責めが合えば夢みたいだハートの傘に二人並んだ嘘でしょ奇跡は待ってたんだもっとあんな恋がしたくてこんなはずじゃなくてシュンとなってキュンとなってブルーダメ磁石みたいにまたくっついて離れて皆さん、はい、めっちゃ良かったですよね。良かったです。なにわ男子最近話題ですもんね。続いてはですね、最近 TikTok で話題のあの曲も披露してくれるそうです。 TikTok で話題のあの曲ですか？はい、はい、あ、そういえば TikTok といえば実は第一薬科大学附属高等学校も TikTok のアカウントがね、はい、あるんですよ。皆さん、あ、見てます？あ、見てますよ。皆さんもぜひね、はい皆さんもぜひ検索してね見てみてほしいです。そうなんですよ、意外と流行りの音源とかも、はい、学校のアカウントなのにやっちゃったりしてるんで、はい、皆さん結構楽しく見ていただけると思います。はい、はい、男の子たち準備はどうでしょうか？できましたか？まだみたいですまだということでして、はい、じゃあちょっと学校に関する質問をそらちゃんにしようかなって思います。はい、好きな学食のメニューとかってありますか？学食のメニューはですね、カレーが一番好きですね。普通のもうシンプルなノーマルカレーで。シンプルな。あ、私カツカレーが大好きなんですけど。あ、美味しいよね。美味しい。めっちゃ美味しい。カツがサクサクですっごい美味しいんですよ。あと他に何かありますよ？唐揚げ。あ、やっぱりね、やっぱりね、やっぱりね、唐揚げ。そう、あの唐揚げって食堂で、ね、うん、定食のメニューとしても食べれるんですけど、はい、中休みとかに売店が開くときにね、そうそう、4個入りで150円とかで売ってるんですけど、安くてね、そう、すっごい美味しいのでだいたい中休みね、みんな食べてるよね、うん、みんな食べてるね。そう、いい匂いするなとか思ったら唐揚げ隣でね、みんな唐揚げ食べてるんですよ。そう、はい、ではちょっと準備が整ったということで、はい、スタンバイお願いしてもいいでしょうか？お願いします。はい、ということでそれでは引き続き芸能コースのステージをお楽しみください。どうぞ。どうぞ。
いやちぐはぐ良かったですね。良かったね。最近 TikTok で話題の曲っていうのはちぐはぐだったよね。ね。ね。はい、それではですね、芸能コースの皆さんはですね、後ほどもうワンステージ披露してくれるということなんですが、モカも出るらしいやん。そうなんですよ、出ます。はい、芸能コースとかですね、ステージ発表まだまだたくさん残っておりますので、はい、皆さんお気持ちルンルンで待っていただければ嬉しいです。はい、私もお気持ちルンルンで待ってますね、待っててください。はい、そして続いてはですね、動物愛育コースと中継がつながっているようです。お、新設されたコースですね。はい、はい、それでは中継つないでみましょう。現場の竹方さん。はい、今回保育課動物愛育コースを担当します、芸能コース1年 D 組竹方ラムです。よろしくお願いします。動物愛育コースでは猫、インコ、ワンコを中心に動物について学びます。そこで今回はワンちゃんが一芸に挑戦してくれるということで、まずはこちらの VTR をどうぞ。ラブラドールレトリーバーのジョルノ君3歳。ジョルノ君は1歳の頃パピーウォーカーとして大橋さん一家に迎え入れられました。パピーウォーカーとは盲導犬候補の子犬を生後2ヶ月から1歳前後に約10ヶ月間家族の一員として迎え、人と一緒に暮らすための関係づくりとルールを教えるボランティアのことです。ジョルノ君は小さい頃から好奇心旺盛でよく食べる子だと大橋さんは話します。そんなジョルノ君、今回は第一薬科大学附属高等学校2年生小宮くるみさんと一芸を披露していただきます。ではラブラドールのジョルノ君と芸能コース2年 C 組の小宮先輩です。よろしくお願いします。お願いします。まず早速なんですが、練習時間はどうでしたか？すごく懐いてくれて可愛かったです。意外と懐くのが早かったですよね。はい、もうびっくりしました。では早速準備お願いします。はい、ジョルノ君と小宮先輩が力を合わせて行います。どうぞ。今回このように一芸を披露してみてどうでしたか？うまくいけてよかったです。ですね。すごい、もう落ち着きがないようでもワクワクしているんでしょうか。以上で動物愛育コースから一芸披露でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、可愛かったね。めっちゃくちゃ可愛かった ね癒されるね、癒される。はい、続きましてですね、保育コースの紹介です。はい、保育コースもですね、ステージ発表で24分間テレビを盛り上げてくれるそうです。そしてなんとですね、本校のキャラクターパラニャンも登場してくれます。はい、それでは保育コースのステージをお楽しみください。どうぞ。じゃあ、だい、ありがとう、お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい、愛子でしょ。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んで
は何だろう。歌って踊って作って遊んで子どもの世界を体験しよう。本日は子どもが遊ぶおもちゃの制作を体験してもらいます。皆さんお待ちしています。愛に行くよ。パプリカダンス懐かしかったね。懐かしかったね。そう久しぶりに見ましたね。うん、うん、あ、そういえばそらちゃん、はい、はい、ビューティービジネスコースの中継内容覚えてますか？はい、覚えてますよ。ネイルチップやったよね。そうですそうです、ネイルチップです、はい、でそれがですね、もうすぐ完成するらしいです。おおということで中継つないでみましょう。現場の山本さん。はい、こちらネイルチップ完成しました。では完成までの流れが動画でありますのでご覧ください。ここでポイントです。まずベースの色を塗ります。 UV ライトで固めたらマスキングテープの使いたい柄をカットし、ベースを塗ったネイルチップに貼ります。トップコートを塗ったら完成です。作ってみてどうでしたか？塗って貼るだけで簡単にできました。思ったより楽しくてすぐハマりました。マスキングテープでこんなに可愛くできるなんてすごいですね。ぜひ皆さんも休みの日などにしてみてください。以上、ビューティービジネスコースから簡単にできるネイルテクニック披露でした。バイバーイ。はい、そしてですね、さらにさらに先ほども中継していたフードビジネスコースも出来上がりが近づいているようです。はい、豆腐唐揚げ一体どのように出来上がっているのでしょうか。現場の安藤さん。はい、こちらいい感じに仕上がりました。とても美味しそうな匂いがしますね。今回の調理ポイントを聞いてみましょう。はい、まずはお家で簡単にできるレシピということで、豆腐を切り下味をつけ、片栗粉をまぶして油で揚げたという10分あったら完成するんですよ。実際の料理中も初心者の方でもできるような工程ばかりでびっくりしました。そうなんですよね。しかも豆腐を使っていてヘルシーで低コストでできるメニューとなっています。いいですね。簡単かつヘルシーで低コスト、いいこと尽くしですね。では第一薬科大学医学高校の片山先生、高田先生に実食してもらいましょう。高田先生お願いします。はい、じゃあいただきます。私の感想お願いします。美味しいですか？鶏の唐揚げです。おお、まあ
食感も鶏と同じでとても美味しいです。よくできました。素晴らしいですね。低コストで簡単、お家で簡単にできる豆腐唐揚げ、皆さんもぜひ作ってみてください。フードビジネスコースは食品市場の分析や調理実習などを通してデータサイエンスの基礎学習を行っていきます。以上、フードビジネスコースでした。スタジオへお返しします。いやー、めちゃくちゃ美味しそうでしたね。お腹が空きますよね。あれ、モカがいなくなりましたね。ということはですね、続いて芸能コースのステージ発表になります。24分間テレビの最後を飾る芸能コースのステージ、最後まで皆さん楽しんでいきましょう。それではどうぞ。皆さんに役譜の魅力がたくさんお伝えできていたら嬉しいです。今回メインパーソナリティを務めました芸能コース3年広瀬空と、同じく芸能コース3年山口もかでした。本日は24分間テレビにお付き合いいただきましてありがとうございました。これにて24分間テレビを終了します。ありがとうございました。メインパーソナリティのお二人ありがとうございました。新設コースの楽しさや芸能コースの息の合ったパフォーマンスなど、たくさんの魅力が伝わったと思います。皆さんも第一薬科大学附属高等学校に入学して、私たちと充実した学校生活を過ごしましょう。最後に皆様にお知らせがあります。10月29日土曜日、30日日曜日の2日間、本校の一大イベントでもあるパラマ祭を開催いたします。パラマ塾ごとに食べ物やゲームなどの出展やステージ発表など、全部で48もの塾が皆様を楽しませる準備をしています。今端っこにいる、今回パフォーマンスをしていただいた生徒の皆さんも、私も自分自身が楽しみながら来てくださる方に喜んでいただけるように精一杯頑張っていますので、ぜひ見に来てください。きっと中学生の皆さんも自分に合った塾が見つかると思います。またオープンキャンパスも同時開催いたしますので、ぜひお越しください。以上をもちまして全体会を終了いたします。ここまで総合司会を務めましたのは、第一薬科大学附属高等学校芸能コース3年、安藤千春でした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。